さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はちょっとマニアックなトレーニングの解説ということで、ベントオーバーローの派生系の種目といえるペンドレイローという種目について紹介をしていきます。ベントオーバーローの、変形版というか、ちょっとやり方がね変わったバージョンだと思っておいてください。鍛えられる筋肉については、広背筋とか僧帽筋とか脊柱起立筋とかね、ベントオーバーローで鍛えられるところと、ほぼほぼ同じなんですけども、これもねフォームによって若干鍛え分けができますので、その辺についても解説をしながらやり方を説明していきたいと思います。で、ベントオーバーローの場合はバーを持ったところから倒してスタートっていうやり方ですけども、ペンドレイローの場合はバーベルを地面に置いたところからスタートします。バーの真下に足の裏の、真ん中が来るように立っていただいて、背筋を伸ばしたまま、もうデッドリフトするときのように腰を下ろしていってバーを下ろします。で、ここからちょっとお尻を上げて、ルーマニアンデッドリフトみたいな姿勢を作っていただいて、お尻とハムストリングがしっかりグッと伸びたところで引いて下ろして、バーベルを地面に下ろします。で、地面に下ろしたところからまたお腹に力を入れて引いて地面まで下ろすという感じでやっていきます。ベントオーバーローと何が違うかというと、ベントオーバーローの場合は地面に置かずにやっていくんですけども、ペンドレイローの場合はしっかり一回一回地面に置いて、バーベルが止まったところから引いていくので、一番負荷が強くなるボトム、バーベルを下ろしきったところで反動が使えない。ベントオーバーローの場合は落とした時の反動でこうね引いてしまったりとかできるんですけども、ペンドレイローの場合はそれができないので、しっかりね効率よく大きな負荷を背中にかけていくことができます。それに加えて、地面に置いたところから引かないといけないので、自然とですね上半身を大きく倒す姿勢で引いていくことになりますので、より効率よくですね背中に負荷をかけていくことができます。バーベルの負荷というのは、重力、垂直方向にかかるわけですよね。なので体から腕が出ているこの角度が垂直に近づけば近づくほど効率よく負荷をかけられることになります。なのでベントオーバーローなんかでこう、高重量を扱いたいからといって体を立てた状態でやっていると、腕の角度がねだいぶ鋭角になってしまうんで、頑張ってやってる割に背中にねあんまり負荷が乗らない、そういう状態になっている方も中にはねいらっしゃいます。もちろんねそういう体を立てたやり方で超高重量を持って背中を刺激していく、そういうやり方も効果的ではあるんですけども、そういうやり方だと腰とかね肩を痛めてしまうリスクも大きくなりますし、いまいちねそういうやり方で背中がね成長してないなっていう風に感じる方は、こういうペンドレイローなんかでしっかり上半身を、水平とまではいかないですけども、大きく倒した状態で より、ストリクトに引いてくるようなフォームでやってみると、停滞を打破してですね、背中を成長させることができるかもしれないので、試してみてください。で、このペンドレイローでの鍛え分けなんですけども、バーを引く位置によって、若干ですね、メインで使う筋肉を変えることができます。肘を張って、溝落ちあたりに引いてくると、僧帽筋、チューブとかですね、菱形筋とか三角筋の方といったように上背部ですね、背中の上の方メインで使って鍛えることができるようになります。で、逆に、こんな形でですね、股関節の方に
効いてくると広背筋をメインで使って、まあ、背中のね下の方をより鍛えることができますので、鍛えたい場所に応じてねフォームを変えてみてやっていただければと思います。はい、今回はですね私の背中のね大好きなトレーニングでありますペンドレイローについて解説していきました。ジムでやってる方はもう一度も見たことがない超レアな種目ですけども、かなりですね背中を成長させるためには効果的だというふうに私は考えていますので、背中をね成長させたいという方はチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。